天丼楽しみだな。すいません、ここ並んでるんですけど、おーい、後ろに並んでもらっていいですか？あーじゃなくて、聞こえてますよね。ちょっとマーチン、みんなちゃんと並んでやってるんですよ。なんでそんな順番急に。後ろ並んでもらっていいですか？マーチン社長弱すぎ。はーい、今99年だからあと1年。体感200年。サイコロ振って。ミーコ社長元気すぎ。はい、キングボンビー。マーチン、マーチン、もうマーチンの分まで私やる。マイナス600億絶対逆転しちゃう。ちょっと、この子になんか用？兄ちゃんごめんね。この子俺らの連れなんだ。おーい！大丈夫？ボルコちゃんギャルレベル高いんだから気をつけな。あんたもはっきり断んな。イケメンだった？逆ナンしてこい！クラッチングスタート。なんで嘘ついたの？どうした？嘘ついてドタキャンしてた。ドタバタキャンプ。ドタキャンも怒るけど嘘ついたらもっと怒るって言ったでしょ。やばいやばいやばい。マーチうるさい。おーい！嘘は一番信用なくすからもうすんなよ。わかった？返事は？はい！え？すいません、ありがとうございます。このコップ下げちゃって大丈夫です。マーチン優しいじゃん。別に。あの店員さん可愛いもんね。偉いザニ。あの子真面目でいい子だけど優しくされたら惚れやすいタイプ。そうなの？店長と付き合うタイプだよ。なんでわかんの？顔可愛いけど靴がダサい。おーい、ただいま。おかえり。首元何？仕掛けみたいし。キスマークだろ。違う。琵琶湖に沈めんぞ。昨日二人で飲んで。は？聞いてない。ミーコと二人で家で飲んだじゃん。酒に溺れて私キスしちゃった。爪で引っかいてきた。ごめん。元彼からインスタで DM 来てた。なんて？前にプレゼントした指輪返してほしいって。まって。器小さすぎ、もう捨てたっつーの。針金買ってくるわ。なんで？俺が指輪作って渡しに行く。悪魔人。おーい。ねえ、ここに荷物置かないでっていつも言ってるじゃん。後でやる。後でっていつ？はい。言い方きつくない？毎回やんないからこういう言い方になるじゃん。だから、ごめん。イライラしてて言い方きつくなった。気をつけるね。長めにハモった？ね、洗濯してたポケットがキャバクラの名刺出てきた。いや、この間先輩と言ってさ。てめえちゃんとナンバーは示したんだろうな。え？遊ぶならきっちり遊べ。おーい。で、楽しかった？一緒にポッキーゲームしてさ。ただいま。はい、わかりました。その件については明日確認します。はい、はい、はい。すいません、大丈夫です。ミーコの高い声初めて聞いた。あれれー、寒気する。おーい。もしもし。何？今飲んでんだけど、後輩たち終電なくなったから家連れてっていい？いいよ。お腹減ってる？ペコリンチョ。ラーメン作っとく。何人来る？3人。おにぎりも作るか。焼き鬼で。そのつもり、今夜寝れると思うなよ。お前らスマブラキャラ全員出すぞ。おーい！マーチン起きて準備しないと売れるよ。おーい。コーヒー飲む。ロブ。砂糖とミルクは？ありありで。マシマシでみたいに言うなよ。はい。ありがとう。何の二度見？ミーコだね。あ？これからキャブクラスか。あ、すいません。もしもし。マーチン何時に帰ってくる？あと2時間ぐらい。帰りアイス買ってきて。オッケー。これからキャバクラっしょ。違う。分かってるから、ハーゲンダッツな。全種類買ってきます。ハメ外すなよ。あの、目の周り黒い女の子見ました。ただいまー。マーチン私に言わなきゃいけないことない。プリン買ってきたりだ。それじゃない。スロット1番じゃなくて5万負けた。負けて見えはんな。去年の TikTok ばっかりフォローしてる。金入にボコられろ。スマブラのデータ全部消えてた。間違えて消しちゃった。今からやり直す。とりあえずミンミンダーかかってこい。おほい。もしもし、昨日彼氏以外とチューした？チュー！うっさい。おお。あんたね、一時の気の迷いで後悔することあんだよ。その場の空気でってあるけど。無実です。あんたのことだから悩んでんでしょ？そうそう。暇ならうち来な。朝までももて。じゃなくてパジャマパーティーしよう。男子禁制な。暗記ついてきます。明日の江ノ島楽しみだね。え？何忘れてないよね。いや、忘れてるわけないじゃん。トイレ行こう。もしもし、コーチ、明日の予定来週にできない。明日ミーコと江ノ島行く約束しててさ。マジで助かるわ。俺おるからよろ。おーい！やっぱりな！で、マーチのポッケからグロス見つけたんだけど。後輩の。なんで持ってんだよ。落としたの拾って渡そうと思ったら1枚見つけて、それ交番に届けてたら渡すの忘れてた。人間の鏡だな。ミーコ怒ってるよね。浮気疑った自分に腹が立ってる。今日マック爆食いするよ。おーい！ただいまー。おーい！どうした？ミーコの汚れと勝手に食べちゃった。腸活だよね。皿2枚割っちゃった。怪我しない？明日のデート予定入っていけない。また今度行こう。パック使っちゃった。これパックはちげえだろ。てめえ効果あると思ってんのか。クソだ。遊んでんじゃねえか。ただいま。おかえり。マーチン今日鍵閉めるの忘れてたでしょ。マジ？ごめん。ミーコが盗まれたら大変だ。もう。ただいま。おい、まあ。すいませんでした。何かしましたでしょうか。次はねえぞ。おい。うちのはほんとバカ。おーい。マーチン？ミーコはマジで怖いよ。切れたら鬼だね。でもああ見えて、めっちゃ優しくて思いやりがあって最高の彼女。じゃあそろそろ帰るか。ただいまー。いって、これ。機嫌よくね？別に。あ、プリン買ってきたから一緒に食べよう。明日嵐だ。ふっせ。ただいまー。あら、マーチンお帰りなさい。おい。晩ご飯食べましたか？ご飯食べるか LINE しませんでしたか？はい。返信しましたか？え？なんでですか？え？なんでですか？なんでですか？いや、忘れてました。ゆうた最近遅刻多いから気をつけろ。貸して。ゆうたはミーコ。合言葉みたい。遅刻何回もしてたら信用なくすよ。あんただけの時間じゃないんだから。わかった？返事は？はい。あんたじゃない。おい。疲れてんでしょ？美味しいご飯作ってあげるから今度来な。ゆうた、夜7時に来い。絶対遅刻すんなよ。遅刻したらミーコの鬼が。鬼？ギリ、食べない。おい、マジか。トニアの野郎。じゃあそろそろ行くか。今日スロット買ったから俺おごるわ。いや、最
っかーな一日だな。たった今ミーコ聞いて今日さ。まあまあまあ、まあ、てめえなんで食ったもんゴミ箱に捨てねえだ。何回言ったらわかんだ。次はねっつっただろ。ああ、本気出しちゃった。なんでかな。本当に僕は知らないです。じゃあなんでここちぎれてんのかな。奇抜なデザインだね。なんちゃってふざけんなよ。俺マジくらミーコ、彼氏に浮気された。今すぐ消えたい。あんたは消えんな。彼氏を消せ。彼氏と別れそう。マジ病んでる。病んでねえだろ。病んでる人に謝れ。私も愛されたい。じゃあまずお前が愛せ。もういい、帰るよ。はーい。ただいまー。おかえり。ミーコ足捻挫した。マジ無理。もういい、愛されたい。うっせ、尻尾張っとけ。おい、なんで分かってくんないの。俺だっていろいろ我慢してんだよ。もう知らない。なんでこうなっちゃったんだろうね。ちょっと何それ。ごめんなさい。最近二人の時間もあんまなかったしね。ほんとごめん。私もごめん。帰りプリンとか買ってくる。大盛りね。任せな。財布は？あ。ただいま。おかえり。みーこタバコ買ってきた。サンキュー。唐揚げくん4つを買い忘れた。何唐揚げくんって。いつも買ってるって。買ってねえから。コンビニのバイトくんが言ってた。あいつ原骨やっぱつ。サンキュー。今日は食べないの。俺買ってこようか。今日は5つ。いや、特別に6つ。ちょっくら行ってくるわ。てめえ今度いじったら分かってんな。おい。マジ終わんねえな。これ閉店コースだな。たった今、みーこ来てきて。おい、まあ今何時だ。23時。昨日明日ご飯食べに行こうって言ってたの誰だ。やっべ。携帯も繋がらないし。充電切れてました。すいません、パチンコしてました。買った。はい。いくら。5万。あれれ、私が欲しいバッグと同じ金額だな。はい。そろそろゆうた来るよな。おう。あ、みーこからの LINE 返信してない。なんて。ご飯いるって。大丈夫っしょ、そんなんで怒ることじゃないって。やっぱ早く電話しよう。クッパ早えな。アイテムキノコ来い。出ないよ、どうしよう。大丈夫だって。でさ、この前さ、コウジがさ、ズブレになってさ、おい、聞いてんのか。よっしゃー。 LINE 来た。ショートカットでぶっちぎり1位だって。ほら、怒ってないじゃん。また LINE 来た。1週間ご飯作りませんだって。終わったな。はい。もうあいついろいろ詰め込みすぎ。あー、何このプリクラ。今日も天気がいいな。プリクラ見つけたんだけど。プリクラ。てめえ元カノとのプリクラ大事にしまってるって分かってんだろうな。ミーコ、ちょっと落ち着いて。これが落ち着いてられるか。妹。え、よく見て、妹とのプリクラ。確かによく見たら妹もしじみめた。おーい、せっかくだしプリクラ取り行く。いいね。あー、どうしようどうしようどうしよう。あー、どうしよう。変顔。最高じゃん。今日月綺麗。ミーコの方が綺麗。うっさい。おーい。ね、マジ最高だよね。いや、超酔っ払ったな。ちょっとお兄さん、フラフラで危ないよ。あ、なんだおっさん。おっさん。マーチ任して。君ね、ここあんたの道じゃないの。そんなフラフラしてぶつかったら危ないでしょ。なんだパパ。ちょっと君一旦落ち着こうか。なんだおっさん、さっきからうるせえな。おっさんでもイケメンでもどっちでもいいけど。え、外で飲みたい気持ちわかるけど、みんなに迷惑にならない場所にしとけ。友達との思い出を歩きながらじゃなくても作れるだろう。この先の河川敷人いないし、住宅街から離れてるからおすすめだよ。あそこ最高。昔ミーコ。おい。お、彼氏は話せばわかるやつじゃん。素直ないい子。ただしボリュームを落とせよ。よし。じゃあねー。なんか飲みたくなってきた。じゃあもうコンビニまでダッシュして負けた方がおごりね。絶対負けねえ。レディーゴー。はいよ。いただきます。あれ、今日弁当じゃないですか。彼女の機嫌損ねちゃって。はい。何したんすか。わかんない。アイス買ってったら意外と機嫌治るかもしれませんよ。そんな簡単に行くわけねえだろ。ミーコの何知ってんだ。すいません。ただいま、ミーコアイス買ってきたんだけど。食べる食べる。ナイスマーチン。いただきます。あれ、弁当復活っすね。アイス買ったら機嫌良くなった。ありがとな。よかったっすね。見て見て、海苔がハート。崩れてハート割れてますよ。うめえ。幸せそうだ。あー、どうしよう。絶対ダメだよな。でもミーコ寝てるしな。あー、こっそり食べちゃおう。いただきます。おい、まあ、あんたパンドラの蓋開いたね。ミーコ、ごめん、これには深いわけが。そんなん聞いてられるか。こら、ミーコ、ぶっちぃ。すいません。どうも。どうしたんすか、そんな急いで。デッドアライブ。え、今度詳しく話すから、今日はスイカーイ。ありがとうございました。ただいま。8秒29。新記録だ。ねえねえ、ミーコはどっから行くの。心が離れたらかな。二人で会う。理由による。手繋ぐ。繋ぐ必要ない。キスする。あの雪。マーチも大丈夫。あいつなんだかんだ大丈夫っしょ。感じじゃペロペロ。でも束縛しすぎてもいけないしね。恋愛無人。まあたまにはそうめんも食べたいってね。あれ、どこ行くの。お花摘んできます。いい花咲かせろよ。今日俺のおごりだ。飲め飲め。3万発。おーい。お前今日彼女に襲われるって言ってんでしょ。はい。じゃあこの後はキャバク。もしもし。マーチに黒のパンツ洗濯するの。うん、お願い。大丈夫か。大丈夫。どうする。どこのキャバク。
もしもし。タンサの電池ってどこにある？棚の上から2番目にある。電池変えてくれてありがとう。キャバクラじゃなくてさ、逆にスナックを。いいね。その後はキャバク。もしもし。マーチンスープ作ったから帰ってきたら食べて。ミーコに悪いことできねえわ。ちょっと帰るわ。どっかで監視してる？